おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2612です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後方にも言ったと思いますけど、今回もですねフィグマを紹介したいと思います。で、今回紹介するやつに関しましてはね、本来はまあ元と言いますかね、通常版と言いますかね、それが最初に出て、そして今回のやつっていうか、ほぼ同時発売だったはずなんですけどね、本来ノーマル版みたいなやつがね、最初に発売されるやつが延期になっちゃったんでね、従来としてはね、順番が逆みたいなね、そんな感じのものをね、紹介したいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね。フィグマのナンバー515、アルターエゴスラッシュ、沖田総司、オルタですね。これを紹介したいと思います。沖田総司っていうのがね、セイバークラスだったっけかな。それで最初に出るはずだったんですよ、と。で、確かほぼこいつとね、同時発売だったはずなんですけど、沖田総司のセイバーかな。それが延期になっちゃったんですよね。なので、先にオルタが出ちゃうっていうね、なかなかね、今までないね、パターンになっておりますけどね。まあそんな感じのものを紹介していきたいと思います。パッケージはこんな感じでね、ちょっと大型のね、箱になっておりまして、まあ真ん中のところにね、沖田総司オルタ、これがおりますよ、と。で、表情パーツとおでんかな。で、ここに刀があるっていうね、そんな感じ。で、多分奥にもね、何パーツか入ってると思いますけど、こんな感じのパッケージです。で、横を見るとこうですよ、と。そして、後ろがこうで、長い刀がありますね。こんな感じです。まあ、手持ちもできるみたい。で、おでんもね、手に持ってますとかね、一応こんな感じです。まあ、ちょっとね、髪の毛パーツっていうかね、が長いのと、この辺にね、干渉しそうだっていうのと、手持ち武器が長いんでね、いろいろ扱いにくそうなね、感じが、ちょっとね、ありますよと。で、刀に関しましては、ここを見ていただくと、多分これね、抜けないんですね。なので、いつもと同じですね。鞘と柄の部分がセットになってるやつと、刀単体ですね。になっておりますので、鞘から抜いた状態ですね。抜刀状態を再現するときには、このね、柄の部分を外すみたいなね。多分そういう構造でしょう。で、反対っていうかね、こちらが横となってて、上と下となっております。はい。ということで、早速ですね、こちらね、上から開けていきましょう。では、レッツ、オープン。はい。箱から出したのがこの状態となります。沖田総司オルタ本体と公開の表情パーツとおでんですね。で、こちら刀ですけど、先ほど言った通りですね、多分ここの部分の脱着によってね、抜刀状態の再現という感じかな。で、下のところにね、公開の手首パーツとかね、収納袋とかね、支柱関係が収まっておりますよ。まあこれはね、いつものパターンだと裏にね、テープ止めですけどね、こんな感じでちゃんとね、ポジション設けられてるね、パターンですね。まあ昔の箱はこんな感じでしたね。はい、一応こんな感じのね、形で収まっておりますので、早速ですね、こちらケースから出してパーツ意識ざっとね、用意してしまいたいと思います。はい、パーツ意識準備できました。いつものベースといつもの支柱、角度変更用のジョイントですね。支柱に関しましては片方にね、深く曲がるけど反対にはね、そんなに曲がらないタイプの支柱がついてきております。で、刀が2種類ですね。鞘に収められているやつと抜刀状態というのがありますよと。で、表情パーツが2種類、手首パーツは手首ホルダー一式ですね。で、予備の手首ジョイント、そしてアルターエゴ沖田総司カッコオルタですね。こちらとなっております。これ以外に説明書ですね、このような感じでありまして、フィグマアルターエゴスラッシュ沖田総司オルタ、こういう風に書いてあります。で、これですね、ペラッとめくりましてね、中身を見るとまあこんな感じですね。先ほど言ったものがね、ここに載っております。武器の保持に関しましてはこちらですね。そういえばおでん出してないんで後で出します。刀ですね、そのままね、強引に持たせるっていうよりも、柄をですね、外して手首パーツにセッティングして、刃の部分というかね、この部分を組み付けて保持させると。イメージとしてはこんな感じ。こうですね、鞘に関しましては8番ですね、の手首パーツ、ここですね、この手首パーツを使って保持させる。おでんに関しましては4番というふうになっておりますので、4番8番が特殊な手首パーツという感じとなっております。で、裏側が英語表記というね、こんな感じの説明書です。そして忘れていたおでんですね、こちらを出して、これで全パーツ揃ったという形になっております。とりあえずですね、後々見ていきますけど、脚部パーツの形状の影響でね、自立しなかったので食玩ベースをね、使って立たせております。なのでフィギュア単体でね、飾ることがちょっとできないので、必ずね、付属の支柱とか台座、これがね、必要という形となっております。はい、ということで早速ですね、パーツの手前の方にね、ちょっとざっと寄せてしまいまして、まずはですね、アルターエゴ沖田総司オルタですね。こちら本体、これから早速見ていきましょう。まず正面がこちらですね、横ですよ。
後ろ、反対側、そして上となっております。まあこちらですね、見ていただくと分かる通りなんですけど、髪の毛のボリュームがね、とてつもないことになっておりますので、ちょっと扱いにくいっていうのはね、まあこれは最初から分かっていたことではありますけど、こんな感じです。で、とりあえず先にお話しする部分としては足かな、こんな感じです。まあ高下駄っていうかね、そんな感じのね、足首パーツになっておりますので、接地面がねめちゃめちゃ狭いですね。なのでこの状態で自立させようと思うと至難の技なんでね、まあ素直に付属の台座とかは使った方がいいと思いますが、一応こんな感じになっております。ではですね、早速ね、可動範囲行きたいと思いますが、とりあえず何もね動かさない、この形のまんま動かそうと思いますが、まあ、左右に動かすことができます。こちらですね、髪の毛パーツ全部頭部にくっついていると、まあ当たり前な話なんですけど、ものによってはですね、背中ですね、ここから髪の毛パーツが生えてるパターンがあるんですけど、今回頭部に、ね、全部集中しておりますんでね、結構首に負担がかかると思いますね。なので跳ね上げた状態とかにすると、首ジョイントがね負けてしまってガクッとね行く可能性がありますので、まあ、ある程度ちょっとね補強とかが必要になってくるんじゃないかなっていう感じとなっております。で、ここら辺ですね、後ろはねちょっと硬い感じですけどね、サイドのこの辺のね2枚ずつですね、これに関しましてはね軟質素材になっておりますんでね、ある程度干渉しても問題ないような感じになっております。で、後ろを見ますとね、この辺ですね、今ちょうど触れているここの部分も側面と同じような感じで柔らかい。で、中ですね、こちらの部分に一応基部部分でこうやってね動いてくれますけど、それ以外に根元、ここにですねジョイントが入っておりますね。で、ここで上下のね可動とかひねりも効くような感じですね。ただ今ちょっと動かした感じ、まだ渋いんでね、無理やりやるとここからボキッといってしまうんでね、ここの部分は十分注意ですね。で、色見ていただくと分かると思いますけど、真っ白とかね真っ黒とかね、そういうわけではなく、代用効くようなね感じのねジョイントパーツではなさそうなんでね、この部分ちょっと慎重にね扱った方がいいと思います。はい。で、とりあえずね、頭部パーツに関しましては、まあ表情パーツ外してね、中身を見れば分かりますが、ここですね、軸ボールタイプです。なので軸でのスイングとボールでの可動ですね、で、ジョイントの可動がありますんで、可動域自体は全体的に広いですよと。ただまあ最近のフィグマなのかね、この辺がちょっと弱いから、左右の振りはね、とりあえずボールがちょっと緩いっていうのと、根元のスイングもちょっと弱いですね、ジョイント自体もあまり硬くないので、ここの部分はねある程度補強というかねしておいた方がいいと思いますね。ここがね弱ってるとやっぱりガクッといってねかっこ悪くなりますんでね、そこの部分がちょっと対策必要になるかなって感じです。まあ、ちょっとね重量物に負けてしまうような感じのジョイントですね。はい。まあ、一応こんな感じで、腕に関しましては根元ですね、ここでグリグリ動かすことができます。引き出し機構がありそうですね。うん。ここはね、説明書の方に載ってないんですけど、ここ引き出し機構ありですね。とりあえず水平がこんな感じ。で、引き出し機構を使って上に上げると、真上がこんな感じかなと。ただ髪の毛パーツですね、これにちょっと当たりますんでね、ある程度の調整をしておかないとダメかなと。特にこの髪の毛パーツですね、ここの部分が押されてね、こういう風に変な形になる可能性がありますんで、十分注意が必要だと思います。肘に関しましてはこんな感じですね。90度よりちょい曲がってるぐらいですね。はい。で、手首パーツ、ここジョイント式ですね。で、ここで動かすことができて、ジョイントが半分埋まってるような感じなんでね、まあそこそこという感じかな。これが思いっきりね隠れてしまってるとね、鞘を持ったりとかした時に非常に扱いにくくなりますんでね、まあここはとりあえずいいかなと。で、あと肩のジョイントがちょっとギシギシいうぐらい渋いんでね、これガチってはまってしまってね、強引に動かしてねじ切れる可能性がありますので、ちょっとシリコンスプレーね軽く流し込んでおいた方がいいかなと思います。で、胸部パーツ、ここでグリグリ動かすことができます。この辺もね軟質素材ですね。で、これ見ていただくと分かると思いますけど、かなり細かく塗装されておりますんで、ここね傷つけてしまってね見た目悪くならないようにちょっと扱い注意かな。あとボールですね、ここのボールがちょっと弱いんでね、全体的にちょっと後ろにね持ってかれる感じですね。やはり髪の毛パーツが重たいんでね、この状態でガクッといきやすいんで、この辺もね、ちょっと微調整が必要かな。まあ、とりあえず背中にですね、支柱を取り付けるんで、ここの部分はまあ問題はなさそうですけどね。今持った感じ、やっぱりこの状態でガクッといきやすいんでね、これがちょっと気になるポイントかな。で、あとここのパーツですね。こいつに関しましては後ろですね。この通りジョイント入っておりますんで、ここでひねったりとか、持ち上げることが可能となっております。腰の引き出し機構、ありますね。うん。ここもね乗ってないんですけど、一応開脚は通常だとこんな感じで、前後に動かすことができます。もものロールあるのかな。
ここは今膝で動きましたけど、ああなんかありそうななさそうなって感じですね。ちょっと動いてる感じがするので、微調整すればねうまくいくと思います。でちなみにここですね、先ほども言った通り引き出し機構がありますんでね、引き出してね可動域を向上させてあげると思いっきりね開脚させることができるというふうになってますね。この辺は非常にいいと思います。はい。で足に関しましてはね、膝でこういうふうに曲げることができますよ。足首がですね、ここにジョイントが入っていると思いますが、まあ、このパーツがあったりとかしてね、そんなに大きく動かない感じかな。うん。まあ、そこの部分がね、やはり非常にね、ちっちゃいんでね、ここ、自立できないのがちょっと惜しい感じですけどね。はい。まあ一応こんな感じとなっております。まあ造形はね、相変わらずね、非常によろしいんですけどね。ちょっと髪の毛パーツ重たいかな。それに対してジョイントがちょっと弱いんでね、気になる感じがありますね。はい。一応こんな感じ。で立たせるときにはね、先ほどから言ってる通り支柱と台座はね必須かなと。でこちらですね、支柱そして台座と。でとりあえず角度変更ジョイントですね、それを今回入れた方がいいと思います。というのも後ろ髪ですね、これが長いのでこいつがねある程度張り出してしまうとね、髪の毛こういう風な感じでね上がりっぱなしになりそうなんで、とりあえず背中にね変更ジョイントを一発入れてあげて、で支柱差し込みますと。でこれがね入りましたら、あといつも通りガクガクとね曲げて台座の方につけてあげれば、とりあえずこんな感じでねつけることができましたと。であとは角度調整をしてあげればまあ立ちますよと。はい。まあ後ろ髪もですね、ここのね支柱のところに乗っかればね、ある程度限界値でねこれ以上下がらなくなりますんで、これはこれでいいのかなって思いますかね。まあ全体的にちょっと関節の補強はねしておいた方がいいと思いますけど、一応こんな感じとなっております。うん。まあしっかりと立たせることができるんでね、この辺はいいですね。まあちょっと後ろ髪が長いんでね、重量問題もそうなんですけどね、角度調整も結構やりづらいんでね、まあこの辺は慣れが必要なのかなと思いますが、まあ一応このような感じとなっております。まずこちらがですね基本的な可動範囲という感じとなっておりますよと。ではですね、次に表情パーツいってみましょう。表情パーツは全部で2種類付属しております。こちらとこちらというふうにあります。でこちらね方向フェイス、こちらが多分笑顔かな。で今ついてる表情パーツ、非常に分かりづらいんですけど、実はこれ左目線なんですね。なんでポーズ限定になりますけど、角度的にはこういう感じで見るのがちょうどいいのかなと。なので通常時扱うにはね、ちょっと左目線なんで気持ち使いにくいかなって感じがしますね。なのでまあこのね正面目線の笑顔、これが一番いいのかなと思いますけど、やはりね基本正面目線が欲しいかなと思いますね。でちょっと使いづらいような感じであれば、まあ、笑顔とかのね、目線がどっちかに寄ってるぐらいならまだいいんですけどね。一番通常時としてね、使いやすい表情パーツが目線どっちかにずれてるのがちょっと扱いづらいね。まあ、この辺がちょっと気になる感じかな。はい。とりあえず一番わかりやすくこのね、方向フェイスにしたいと思います。で、交換方法はね、先ほどチラッとやりましたけどね、前髪外して、表情パーツを外して、選択したやつをここにつけよう。で、さらに前髪パーツを戻すということで、このような感じでね、表情パーツの変更ができると。まあこれはね、いつもと同じなんで問題なく変更できましたという感じですね。はい。ではですね、手持ち物としましてね、まず先におでんから行ってみようかなと。おでんがこちらですね。はい。一応こんな感じでね、非常にちっちゃいですよと。ただちっちゃいんですけど、全体の造形というかね、これ自体は非常にいいと思います。まあ小さいは小さいんですけどね、造形しっかりしてるのは非常にいいと思いますが、予備がないんでね、どっかに吹っ飛ばしてなくした時にはね、もう最悪になりますんでね、一応扱い注意という感じ。で、このね、おでんに関しましては手首パーツですね。ホルダーの中から、こいつですね。この手首パーツを選択して保持させると。まあ、ここにね、つまむような感じですね。まあ、イメージとしてはこういうような感じでつまみますよと。ただ、これつけるときに折らないように注意ですね。で、あとは3本のね、指で支えるような感じになりますんでね。まあ、ここの部分は、慣れが必要かなと思いますけどね。はい。まあ、イメージ的にはこんな感じでね、保持させることができましたと。このおでんに関しましては、他の手首パーツではね、とりあえず保持できませんので、まあ、身専用という感じですね。で、あまり安定感もよろしくないんでね、この部分はちょっと気になる感じかな。はい。まあ、一応こんな感じでね、おでんの方を保持できる手首パーツと、おでんパーツがありましたと。そして、まあ、メインとなるね、武器としては、こちらですね、刀がありますよと。こちらに関しましてはね、こちらの鞘、これを保持させる手首パーツとして専用の手首パーツがここにありますと。ここに対してこいつをね、ザクッと差し込むことによって、まあ、保持させることができると。
こんな感じかな。保持させるポイントもここのね赤い紐の部分ではなく、ここのね鞘本体の方を持つような感じとなっておりますので、まあこういう風に保持させると、この鞘に関しましても先ほどのねおでんと同じで左専用となっておりますよと。で取り付ける時には従来と同じなんでね、手首パーツをここから取る、専用の手首パーツをここにセッティングしてあげて、そして鞘をねここにエイヤと組み付けてあげれば、まあ非常にね大きいんですけど、こんな感じでね持つことができると。あと手首ジョイントの向きとかですね、この辺の微調整もしないとねあまりかっこよくないんでね、今ちょっと雑になっておりますけど、こんな感じでね保持させることができました。はい、いいですね、この迫力ある感じがいいと思います。ちょっと髪の毛パーツをね干渉するとね構えにくくなると思いますけど、この辺も考慮してね取り付けるといいと思いますが、こんな感じでね取り付けることができたと。であとは刀本体っていうかね、こちらのお話ですけど、これもですね専用の手首パーツというか、鞘とおでんと違いましてね、左右のね物持ち用の手首パーツを使って保持させるという形なので、どっちがどっちでもいけるという感じとなっております。で手首パーツちょっと用意したんでね、これつけていきたいと思いますが、多分抜けると思うんですよね。あ、取れますね。はい、よかった。これもですね実は説明書の方にね載ってないんですね。ここの部分が外れますので、これを外したことによって抜刀状態ですね、これがまあ再現できるっていうのが特に載っておりませんので、ちょっと外れてね良かったなと思いましたがね、外れなかったらどうしようっていう感じでしたけど、はい、まあ、こんな感じのね脱着ギミックがありましたと。で手首パーツここから外しましてね、こちらの武器持ちの手首パーツをつける。でこれが準備できましたら、こいつ自体をここで解体するよと。下ですね、ここの部分が外れますね。ちなみにここの部分は金属の軸ですね、これプラ軸だと多分ここからね折れたりするからでしょうね。一応ここの部分は金属製の軸になっておりましたので、あとは持ち手っていうかね、これをここにセッティングしてあげて、刀本体をここにねスポッと差し込んであげることによって、こんな感じですね。まあちょっとね見ての通り後ろ方向にバランスが行きやすくなっておりますんでね、転倒させないで注意が必要ですけど、はい、まあちょっとざっくりにはねなっておりますけど、このような感じでね刀を保持させることができましたと。うん、迫力があって非常にいいと思います。まあちょっとね今思ったのがですね、ここの部分がポンと取れるってことは、このパーツ自体がね、まあ、余剰品になってしまうと。ここもねこういう風に取れますんで、まあ、ここのギミックを使ってですね、ここの軸部分に対してここの根元ですね、この金色の部分、これがちょっとね太くはなってしまいますけど、この刃だけねついてきて、あとここにズボッと差し込むことができれば、余剰品がなかったのかなっていうか、少なくできたんじゃないかなと思うんでね、ちょっとここのね持ち手部分がちょっと余ってしまうのが気持ち惜しかったなって思いますけど、まあ迫力あって非常にいいんじゃないかなと思いますね。まあ全体的なね出来とかね、その辺に関しましては非常にいいんですけど、実際これを持たせてこいつを取り付けた時に、ちょっと後ろ方向にね倒れそうになったりとかね、ちょっとバランス的に、ね、厳しい部分があったりとか、まあ支柱がねちょっと弱いとか、やはり腹部とか頭部、このねジョイント関係がね開封したばっかりなんですけど、気持ち弱めなのがちょっと惜しいなと思いましたけどね、それさえね補強とかできればもっとね楽しむことができたんじゃないかなと思いますね。あとは表情パーツ、今ね方向フェイスの正面目線つけておりますけどね、通常フェイスとしてまあ正面目線があと笑顔しかないんでね、まあ最初についてたねキリッとしたやつ、こちらの正面目線があればねもっと良かったなと思いますけどね。まあ全体的な仕様とかね、キャラクター的には非常に私の中ではね非常に好きな感じだったんでね、入手できてとても良かったと思っております。はい、まああとはねこちらじゃなくてね通常版というかね、そちらの方の起きた装置入手できたらね、また同じような感じでやっていきたいと思います。はい、ということで今回ですねフィグマのアルターエゴ起きた装置オルターですね、こちらの方の稼働範囲とかね武器と保持とかやっていきました。はい、ということで次回ですね、次回は動画の公開日がね12月25日ということで、まあちょっとその日にね関するやつを1体紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。